泊まってよかったホテル第1位はでございます。こんにちは、モリーです。旅は自己投資ということでね、今までいろいろと旅の動画だったりとかホテルのね宿泊機の動画をお届けいたしました。2022年にいろいろ泊まったホテルの中でベスト5つけちゃいたいなと思います。で、よかったね、国内旅行ベスト10っていうのをやりましたけども、その流れで泊まってよかったホテルランキングベスト5をやりたいと思います。ありがとうございます。ベスト5をね決めるって言っても、高級ホテルがねどうしても上位に来ちゃうんじゃないかとね、そんなん高いホテルの方がいいに決まってるやないかみたいなねところあると思うんですけど、まあもちろんそれはあると思うんです。僕はバランスを見て考えたいと思います。やっぱり僕は高級ホテルも好きですし、当然おばあちゃん一人でやってるような民宿みたいなのも大好きです。まあそのバランスを見てまたリピートしたいなって思うところをベスト5上げさせていただきたいと思います。これも本当に悩みました。考えるのめちゃくちゃ難しいですけど、おそらくね、いやそれは1位おかしいだろうとか、いやなんでこれ入ってへんねんみたいな感じあると思うんですけど、それはまだ僕が泊まってないみたいなのもありますし、ここも泊まった方がいいよみたいなところがあれば、ぜひねコメントでいただければ、どんどんね僕もそこ今年泊まっていきたいと思いますんで、ぜひ教えてください。それではね早速いきましょうか。緊張しますか。泊まってよかったホテルランキング第5位はマリオット都ホテル大阪でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どっちもおかしいな。いやいや、マリオット都ホテル大阪、ここもマリオットボンボイ系列のねホテルの中で非常に評判のいい、ホテルではあると思うんですけども、何がいいかというと、現金でね泊まると結構お高めだったりとかするんですけど、ポイントで泊まると割とねリーズナブルに泊まれて、しかも、ラウンジもめちゃくちゃ充実してますよ。お酒も充実してるし、料理も充実してるし、で何よりねやっぱ高層階にあるのですごい景色がいいです。これもね宿泊者の特典でプラチナ会員の特典かもしれないですけど、ちょっと後で正確なところは書きたいと思うんですけども、アベノハルカスって言ってね展望台があるんですけど、そこのチケットもついてくるんですよ。高層階なんでホテル自体のもう夜景とかもめちゃくちゃ綺麗なんですよ。これはね本当にね、家族っていうよりはどちらかというと、デートだったりとか夫婦だったりとかね、そういった時に使うのがおすすめのホテルかなと思います。でもそこのスタッフさんのね対応もめちゃくちゃ教育されてて素晴らしいです。やっぱ大阪の、ね、ホテルをこう対応してるぐらいのメンバーが揃ってるんで、非常に対応も良かったですし、朝食も間違いなく美味しいということで非常にいいですね。すいません、まだ動画出せてないんですけど、スイートだったりとか泊まらせていただきまして、その模様をねお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、昔はねいろいろとアメニティとかも充実してて、それを持って帰れるみたいなのがあったんですけど、最近はちょっとアメニティとかがボトルのタイプになって持って帰れなくなったとかっていうことがあったりとか、少しずつね昔よりはサービスのレベルが緩くなってるというか、そういう状態なんですけども、めちゃくちゃいいホテルには違いありません。ぜひ泊まってみてください。おすすめです。マリオットボンボイのねカードを作って泊まるのがおすすめなんで、もし紹介者がいないっていう場合は紹介で作った方がお得なんでね、僕の方にも連絡してもらえればなと思います。それでは泊まってよかったホテルランキング第4位はヒルトン瀬底リゾートでございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、ここも良かったですね。これはもう動画出してます。ヒルトン瀬底リゾートの宿泊記ということで動画出しますし、沖縄の旅っていうのねやった時に宿泊させていただいたんですけども、ここはヒルトン系列のホテルになりまして、比較的にこの国内でいうと新しめのホテルにはなるんですけど、ちょうどコロナ禍の時にオープンをして、非常にファンデを受けた状態でオープンしたと思うんですけど、めちゃくちゃいいです。で、ちょうどねコロナ禍でなかなか海外に行けないみたいな状況だったんですけど、このヒルトン瀬底リゾートに行けばかなりね海外感も味わえます。なのでちょっとまだまだ海外行くのね抵抗あるなとか、まだまだこう円安だったりとかね燃油の高騰で海外行きにくいよという場合は、この沖縄の瀬底リゾートに泊まってそこを5泊とかして過ごすと、めちゃくちゃ海外リゾートに行った気分が味わえると思います。なんといってもね、その瀬底ビーチっていうのはねめちゃくちゃ綺麗で、そこが見えるビューっていうのもありますし、なんかジャグジー付きの部屋もありますし、もうラウンジも充実してて、そのラウンジからちょうどカクテルタイムに眺める夕日とかがねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もうこれはねぜひ見てほしい。プールもあるし海も近くなんで、もう本当にプライベートビーチで泳げると、タオルも貸してもらってビーチでも泳げるということで、本当にね暑い時期に
行くとおすすめかなと思います。まあ、冬も泳がないよと、海眺められたらいいよ、夕日眺められたらもう最高だなっていう場合はかなりね冬場だと安い値段で泊まれるんで、これもおすすめですね。結構ねやっぱ値段の上げ幅が沖縄なんでハイシーズンとローシーズンとで変わってくるので、まあ、そこもぜひチェックしてもらったらと思います。ここも絶対に後悔のないホテルだなと思います。いやもうこの2つでもねもう全然いいんじゃないかなと思いますけどね、無理にそんないっぱい泊まる人はないんじゃないかなとは思いますが、まだまだ発表していきたいと思います。それでは泊まってよかったホテル第3位はベッセルイン札幌中島公園でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいな。これはね高級ホテルではございません。どちらかというとリーズナブルなお安めのホテルになると思うんですけど、もうこれね札幌を旅するんならもう絶対に泊まってほしいホテルですね。ベッセルホテルグループさんって非常にリーズナブルにお得に泊まれるホテルで、僕もいろいろとベッセルホテルさんを紹介させていただいてるんですけども、その中でも僕は印象に深いのがこの札幌中島公園ですね。でここはもうなんといってももう朝食です。これにつきます。もう朝食がもうランキングをねもらってるだけあって、とんでもないレベルでこだわってます。やっぱただでさえ北海道っていうのはね食事が美味しいんですけども、もうなんかいろいろ観光地とかいろんなお店行かなくてももうこの札幌中島公園だけでその北海道のグルメがね堪能できるんじゃないかなっていうぐらいその朝食で充実してるんですよ。それでいてもう観光するにはもうベストな拠点になってまして、もう歩いてすぐに電車に乗れたりとかね、タクシーもすぐ呼んで出かけられますし、歩いてでも飲食店に行けたりとか、もう本当にね立地めちゃくちゃいいです。ちょうど僕はね50年ぶりの大雪の時に行ったんですよ。動画見てもらったらと思うんですけど、そんな時に行ったけど場所が良かったんで雪が降ってても非常に観光しやすかったです。いやここもいいですよ。おすすめです。他にもねもちろん札幌っていいホテルあると思うんですけど、北海道だったらもうやっぱり観光がメインになると思うんですよ。そこにホテルステイしてずっと過ごすみたいなんて、まあ、札幌ではあんまないのかなとは思うので、基本ホテルに帰ったらまあ朝食と寝床だけあればいいみたいなね感じであれば、もう期待を上回りすぎるぐらいのホテルだなと思います。ぜひねこちらもチェックしていただければなと思います。いやもう思い出してくるだけでも早くまた行きたいなって感じですね。はい、それではどんどん行きます。泊まってよかったホテルランキング第2位は JW マリオット奈良でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもうマリオット系列に泊まってる方はねもう本当によくご存知ではないかなと思うんですけど、非常に評判のいいホテルです。僕もなんか JW マリオット奈良は非常にいいよっていう形で聞いてて泊まりに行ったんですけど、いやこれはね本当に良かったですね。もうね奈良の観光しに行ったはずなのに JW マリオットのホテルの中でも過ごしたいなって思っちゃうぐらい、ラウンジのね質も高い。ただただお酒が飲めるだけじゃなくて、お酒も飲めるし料理もね居酒屋とか行く必要ないやんっていうぐらいもうめちゃくちゃ充実してるんですよ。もうそれだけでもうお腹いっぱいだよみたいなね、そういう感じでめちゃくちゃ充実してますし、プールもあるし、なんか朝のなんかヨガみたいなのもねやってたりとか、自転車も借りれたりとか、もう部屋もめちゃくちゃ綺麗ですし、で朝食もねなんか和食と洋食選べたり、その朝からプラチナ会員だったらこうお酒は飲めたりとか、本当にね充実してるんですよ。もうなんかここに住みたいって思わせるぐらいの非常に充実したホテルでした。ここはねここに泊まるだけのために奈良に行ってもいいんじゃないかなっていうぐらい、むしろ大仏がおまけみたいな、いやそれはもうちょっと怒られるんでね、そこまでは言えないですけど、まあそれぐらい非常におすすめできるホテルだなと思います。ぜひ泊まってみてください。おすすめです。それでは栄えある第1発表していきたいと思います。で1位の後もねちょっと今回入れきれなかったやっぱおすすめのホテルね言いたいと思いますんで、まだその1位発表されたからといってね、ああもうここかはいみたいな感じで閉じないようにねしてください。あるあるですからね、データにも出てるんですよ。1位発表した瞬間にガクンとこうね数字が下がったりするんですけど、まだまだ発表しますんで、ね、気をつけてください。それでは泊まってよかったホテル第1位は雲仙九州ホテルでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ここはね、本当に良かったですね。長崎のね、雲仙にある。もう本当に、その、こじんまりしてて、しかも、丁寧な運営をされてるホテルさんだったんですけど、いやー、良かったですね。まあ、なんといってもね、すべての客室に露天風呂がね、ついてるということで、あと、まあ、雲仙温泉のね、やっぱ泉質もすごくいいですし、まあ、なんといってもね、全世界見渡しても、こんなビューないんじゃないかなっていう、雲仙時刻ビューですよ。
まあ、これも動画出してますけども、やっぱり海の近くのねホテルだったりとか、まあいろいろあるじゃないですか。雲仙時刻のビューみたいなねところを売りにして、しかもこう露天風呂入れて開放的な空間で、ね、過ごせるっていうのはここだけなんじゃないかなと思います。料理もめちゃくちゃ手が込んでね美味しかったですし、ホスピタリティも素晴らしいし、めちゃくちゃでかくないですよ。本当に大手のそのねホテルグループと比べると本当に小さな規模でやってるんですけど、まあ、それが逆に人が多すぎず適度にねゆったりできてすごく良かったですね。ここもまた行きたいホテルだなと思いますね。小屋トラベルさんとね一緒に宿泊しましたけど、非常にいい思い出になりました。いや見逃せない場所ですよ。合わせてねやっぱ長崎の旅行僕たくさん出しますけど、そこもね楽しんでもらいつつ、まあ、ちょっとねここはそのホテルステイした方がいい、それぐらいのホテルだと思うんですけど、観光の拠点としてはちょっともったいないと思うんですけど、全然観光もレンタカーさえ借りてればいろいろ行けます。雲仙の旅の、ね、動画も出しましたけども、雲仙九州ホテルさんからもいろいろ行けるということで、それも楽しんでいただければと思います。いやというわけでですね、いや本当にこれね選ぶの非常に難しかったです。全部差もないですし、まあいいホテルたくさんあります。いや僕はね行った中でもこれはね入れたかったけど、ちょっと万人受けはしないかなと思って入れなかったんですけど、与路島っていうね50人ぐらいの人口の島にで泊まった、民宿なんだか名前忘れました。民宿があるんですけど、あとで書いておいてくださいね。ここその民宿も本当にねおばあちゃんの家に泊まりに来たみたいなね体験が味わえて、でいろいろと親切にねこうわざわざ徒歩で案内してくれたりとか、あそこもまた行きたいですね。いやこれはね本当に高級ホテル好きな方には多分おすすめできないと思います。もう寝てるとこ丸見えやんみたいな部屋とかにね泊まることになるんで、これはもう合わない人はもう本当合わないと思うんですけど、僕はなんかねやっぱり高級ホテルも好きですけど、まあそういうなんか全員もう全部さらけ出そうよみたいな感じも非常に好きなんで非常に良かったです。これもねベッセルホテルカンパーナ沖縄ですね。ここもコストは非常にいいです。沖縄で泊まるんだったら本当におすすめのホテルです。家族で行くのも非常におすすめのホテルですし、大分のね湯布院の西岳館さん、ここも非常に良かったですね。ここも本当に非常に丁寧な運営をされてて、雲仙九州ホテルさんと同じような気持ちの熱さを感じましたね。非常にこうお客さんのことを大切にされてて、一つ一つ丁寧に運営されてるっていう感じがして、僕も大好きなホテルでまた泊まりに行きたいなと思っておりますね。西岳館さんはねその撮影に行って以来ね結構もっと僕のツイッターだったりとかインスタグラムをずっといいねとかしてくれて、まあそういうなんかこうやっぱりつながりをこう大切にしてくださってるんだなみたいなところも非常にねありがたいなと思っております。あとはねそのグランピングビレッジ整いだったりとかね、山中湖の整いっていうグランピング施設にこうサウナがあるみたいなねところも一個、あれも唯一無二だなと思いますし非常に良かったですし、まああとマリオット系列でいうと、まあ、ダブルホテルだったりとかもね非常に良かったですし、本当にいいホテルがねたくさんあります。はい、ぜひねいろいろ泊まってほしいですし、 ANA クラウンプラザホテルのね富山とか新潟とか行きましたけども、そこもね、まあ、朝食も非常に美味しくてめちゃくちゃ良かった。金沢も良かったですね。 IHG 系もおすすめということで非常にいいホテルがたくさんありますが、今年もねいろいろとホテル泊まっていきたいと思いますし、海外旅行のねホテルはホテルで泊まってますんで、海外旅行の泊まったホテルランキングみたいなのも、まあ、いずれ出したいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。泊まってよかったホテルランキングっていうのは国内でさせていただきましたんで、また来年楽しみにしていただければなと思います。まあ、こんな感じでね行ってよかった国内旅行ランキングだったりとか海外旅行ランキングだったりとか、このホテルランキング、まああと食べてよかった飲食店ランキングみたいなのもねやりたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録してこれからも見ていただければと思いますし、その泊まった様子だったりとか旅の様子だったりとかもめちゃくちゃ役に立ちつつ面白いみたいな感じでお伝えしていきたいと思いますので、ぜひこれからも毛利チャンネルチェックいただければと思います。ありがとうございます。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック毛利ショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでね毛利チャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。